室町時代後期の大名、島津市の第11代当主。干渉四年、薩摩国などを治めた守護大名で、島津市第10代当主、島津達久の子として誕生。はじめは出家して、一期の龍久テらに入り、源の明と称した。文明六年四月、父、律久の死去により現続し、家督を継いで当主となる。しかし、幕末に、 以時地キアスが編纂した後藤家史書には、律宮は、殺衆家の島津国久を養子氏に迎えていたと記されており、忠政が寺に入っていた状況と合わせ、その家督継承には複雑な事情があったと見られている。また、律宮の在世中である文明3年より、桜島の大噴火が5年にわたって続き、その間に発生した大量の火山灰が、日向、 大隅方面の農地を覆った。そのためこの地域に所領を持つ家臣や農民は困窮したと考えられ、家臣間の所領争いや、農民の調産を激化させる一因にもなった。こうした中で、文明8年1月頃より、殺衆家の島津国久をはじめ、豊か衆家の島津末久らがただまさに反旗を翻し、下がらため、続けや伊藤遊興、 ひしかりし、渋谷市一族もこれにこうし、国中騒乱と言われるほどの事態となる。3月に一旦停戦したものの、総集家の島津と久も反旗を翻したために戦いが再開され、文明9年に反守護方による鹿児島侵攻が時間の問題になる中では僕に至った。四月十九日に一族九名との一家中一旗のちぎり状を結ばされ、 ただまさは死後の地位には泊まり一族の協力を得られることになったものの、引き換えに死後及びその家中の権力は抑制されることになった。さらに、文明十二年十月二十日にも主だった六名と、改めて同様のちぎり状を交わしている。文明十六年、帯にあった、新色忠次と隣の串士にあった、伊作家の島津九一が、勢力争いを始めた。十一月に、 島津久一が伊藤有国と結んで、帯城を包囲した。忠政は、島津忠康に、新色忠次の救援を命じるが、島津忠康は、忠政の命に従わず、ひしかりし、統合し、エリキーンシと反旗を翻した。文明17年3月、島津忠康らは、相良氏を継いだ、相良町ことの仲介では僕に応じる。だが、帯城の戦況は、 救援に駆けつけた、島津と与久が戦死するなど、方囲が溶ける気配はなかった。忠政はその頃に病を得ていたが、新色忠次つの危機を知って、病心を押して出陣しようとする。慶より招いていた医者、武田翔喜びは思いとどまらせようとするが、忠政は、身を愛するのゆえをもって、国の大事を背せむやと述べて、翔喜びを伴い出陣、6月21日病を、 押して出陣した忠政は、帯近郊で、伊藤有国を破って戦死させ、島津九一を降伏せしめた。文明十八年十月、忠政は、伊作家と新井ロ家を丘陵である伊作城と渋市城に、戻し、島津忠康の豊か集家を帯徳士官の診療主に、した。伊作家と新井ロ家からすれば、故郷に戻ることができ、豊か集家にすれば広大で豊かな所領を与えられた。 ことで満足を与えられた。しかし、田田政は、家臣同士の対立を、主導的に解決できる力がなく、対外勢力の進行を受けて、ようやく解決に動き出したこと、伊藤氏との最前線で、その進行に備えるという名目があったものの、反逆した、島津忠康が処罰されずに、帰って所領が広がったことで、田田政及び、 下津宗総家の主体性の欠如と求心力の低下が明白となった。明王三年、大隅の肝付剣士が反旗を翻して忠政が討伐に向かうと、新ー忠武北郷和次らが一斉に反旗を翻して剣士を支援した。さらに、有国の子、伊藤陰勇までが信仰を図った。忠政は陰勇による報復を恐れて明王四年十一月に、 相良町ごとの仲介を得て、日向国三つ股の船長の土地を割上することで、和睦している。また、この年には、島津はじめ文書家と長く、権力を競う関係にあった老中の平田賢秀と、村田京康が忠政の命で撃たれている。忠政は、軍事よりも文学に優れ、文明十年には、慶安賢治を招平して、朱子学を講じ、薩南学派の基礎を築いた。 また、琉球や李氏朝鮮とも、積極的に通行し、貿易を奨励。さらには、摂州に支持し、民にも留学した高木周月を招き水墨画を普及させるなど、薩摩国における文化を交流させた。英章3年8月、忠政は再び、大隅の肝付金久討伐に向かうも再び、新色忠家の援軍に敗れてしまう。そして、栄昇五年、清水城において、 願わくば、花のもとにて、春しなむその木さらぎのもちづきの頃と西洋の歌を、自生として自殺した。去年四十六。理由は、狂気や島津市の内乱に苦しんだためとも言われている。母書は初め広告時、後に、副章寺へ改装された。後を、長男の島津忠春が継いだ。ありがとうございます。